ひろきですおや今日のひろきさん今日はまた白い服を着てますねと思いのあなた正解でございます正解です正解でした えー、こんにちはひろきです、えー、今日はね、今日もちょっとワンポイントメッセージお伝えさせていただきたいなということを思いましてですね、今日こうして発信してるわけですけども、今日何をお伝えさせていただきたいかと言いますとですね、す、え、べ、ー、ての出来事には意味がないということをお伝えさせていただきたくてですね、こうして発信しています。えー、もうちょっと言うならですね、す、ま、べ、あ、ての出来事には意味がない、えーで,えー、ですけど、まあ、それはあ、あなたが意味を付け加えるまでは意味がないということです。例えばですね、何ですかね、あの例えば ですけども交通事故でなんかに あっっったたとすするじゃないですかって言ったら別にそれも別に悪いことでもないしいいことでもない別にそういう事実があるというだけなんですね別に全ての出来事には別に意味はないわけですねあのその意味を付け加えなければですねであのその意味はあなたが勝手に付け加えてるわけですよあの例えば交通事故に起きちゃったらまあそれはちょっとああ最悪だって思うのはまあそういうふうに思ったそういうふうな意味付けをしたからその交通事故は最悪だっていう意味付けになったということなんですねえだから何でもねこれ何がいい 行きたいいかと言いますとですでねプラスに考える癖をつけていただきたいですね例えば何かクレームがあったとするじゃないですかなんかねすごい言われたっていう人も別にそれに意味は特にないわけですよ悪いことではも,もうないしまあいいことでもない別にそういう出来事があったっていうだけなんですよそこでまあすごいなっていうまあ、いいことだったなっていうふうに思うのもそれはあなたがそういう意味付けをしたいことにあ、まあ、意味付けをすればそういうことになるしあー悪いこと最悪なことが起きたなっていうふうな意味,は意味付けをすればそういうことになるということなんですよだから 出来事には特に意味はないんですよ。別に何でもね、あの背が低かったりとかするのも、例えば別にそれにも意味がないわけです。例えば身長160センチっていうのも、だとするじゃないですか。別にそれ悪いとかいいとかっても特にないじゃないですか、別に。あのー、っていうことなんですよ。別にそれで、ああ、私小さいからなんとかだよね、みたいなこと言ってたりとか、みんな人間ってするじゃないですか。でもそこは別にプラスに考えてもいいわけですね。私ってあのー、結構小さい人でね、珍しい人なのよ、つって。で、なんか珍しいからそれはすごいいいことなのよねって。そ あの160センチってことに別に意味はないわけですよだから別に車椅子に乗ってる人も別にそれが悪いとかいいとかっていう意味合いもないわけですしえー、まあだからね結構プラスに考える癖をつけていただきたいなということを思いまして別にそれで何が言いたいのっていう話になると思うんですけどもあのー、だからどうせだったらこうプラスに考える癖をつけてた方がいいわけじゃいいじゃないですかまあ、意味ね意味を自由につけられるとしたらですねまあ、意味は自由につけられるのでいいことあったよっていうことを何でもこうプラスに転換して考えること ででできた方がががすすねあの生産性かから34上るるってて言われてるんですよなんなポジティブに考えてた方が前向きになれてですね前向きに考えることができたら次から次へとこれもやっていこうああじゃあこっちもやろうっていこうかっていう感じでですねやっぱり後ろ向きみたいな感じでネコティブになるってなるですねどんどん進んでいかないですよねああやっぱりもうちょっとどうしようかなとかって言ってもですねあの仕事って進んでいかないじゃないですかやったーもう今日いいことあったっていう感じの方がまたなんかこれもやろうとかっていう感じでねあのってなると もう31% 34%から34生産性がやっぱりあのプラスの方にいい,いい方向に行ってた方がいいっていうことでやっぱりポジティブな人の方が成功しやすいわけですよねだから同じ出来事でも特にそれに意味はないということなのであのプラスの方にこう意味付けをしていただければなということを訓練していただきたくてですね、えー、今日はこうして発信してますあ発信しました、えー、でなんかその何て言うのまあなんかねやっぱりネガティブなことが ると思うんですよあのでネガティブにならならいあのそのどういう風にじゃあプラスの方にあの考え方をシフトできるかっていうことの参考になればなということをお話しさせていただきたいんですけども例えばなんかめっちゃね交通事故に起きてたりとか何かめっちゃなんかいきなり知らない人に殴られてね「本んにめっちゃ痛いんだけど」みたいなことはあったとするじゃないですか。でそれどうやってポジティブに考えればいいのみたいな話になると思うんですけども。あのー、で人よりもね多く 体験することがでできたじゃないですか、ね、あの交通事故に起きてない人よりも交通事故にあのった僕はちょっと一つ学んだなみたいなね、えー、交通事故になった人と友達になることができるかもあ俺もねそれちょっとはねられたことあるんだよねとかっていう感じで合わせることができる一つのね体験が増えたわけじゃないですかちょっと殴られたらねちょっとねあった人にいきなり殴られたんだよねっていう面白い話がネタが一つ増えたとかねポジティブに考えることができるねとかね殴られたこと がある人とあの共感することであ、俺もね。もうめっちゃ顔面殴られたことあるんだよね。って、うんで殴られたことがない人にはその人の気持ちがわからないと思うので、共感することができる。あの出来事が一つを自分の中に増えたみたいな感じ。ポジティブにあのするような癖をつけてみていただけたらと思います。そんなことを意識して、今日も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。